皆さん、こんにちは。インスパイアのこたです。今日もユースリームを使いまして、ネットベースに関する情報を生中継で15分間お届けしてま,いります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね。 新型コロナウイルスの影響で、まあ、オンラインで,です、ね、仕事する人が増えたりもしくはライブ配信とかです、ねえー、ビデオ会議なんかをする人が増えているということで、えー、YouTube がです、ねえー、急いでリリースしたサービスがあるんですね。そ、えー、それを紹介したいと思うんですががの名前が ビビビデオビルダーーというサービスなんですね自分の会社をアピールするときに、YouTube 側がですね、そのビデオを作るときのですね、そのビルダーという作成のサービスというものを始めまして、 これのベータ版っていうのが始まってるんです、ね、でこれは、えー、事前にです、ねえー、申請をして、えー、申し込みをした方から使えるようになっているのでまだ一般公開されていないというベータ版になるんですけど、えー、ぜひです、ね、興味を持った方はぜひ皆さんもです、ね、申請を出していただければと思うんですがでは早速見ていきましょうこちらのツールになります。どうぞ はい、YouTube ビデオビルダーというサービスなんですが、これは Google Chrome のブラウザで、自分の Google アカウント、これは申請をして許可されたアカウントですね。で、ログインした状態で使えますので、みんなはまだ使えません。なので、リクエストを、ね、出していただければと思うんですけど、はい、では早速です、ね、どんなものかやっていきたいと思うんですが、ここにありますようにです、ね、Choose a Layout って書いているように、テンプレートみたいなのがあるんですね。 このテンプレートがあるので、自分が好きなテンプレートを選んで選ぶというものです。まあ、これはご存知の方は iMovie の中にも同じようなテンプレートっていうのがあって、そこに合わせて写真とか文字入れていくと動画ができるっていうものがありますけど、それの YouTube 版だと思ってください。では、早速ね、ちょっと作っていきたいと思いますが、 こういうね、テンプレートのこれ19ドルって書いてるの、これ有料なのかなあ、違うか。はい、この2番目のものね、今後有料版も出てくるかもしれませんね。2番目のちょっと行ってみたいと思いますが、ショーフォーンインテレクション。これがなかなか面白かったので、これやってみましょうか。まずね。はい、これに行ってみたいと思いますが、これ動画で説明もありますけど、ちょっとこれ見ないで、早速、ユーズレイアウトの方進んでますね。 はい、そうしましたら、下のところに説明と、そしてですね、まずこれやってくださいみたいなのがこう出ているので、この指示に従って作っていく形になります。つまり、こういうような流れですね、えー。で、動画が作られていくので、そこにどういう文字を当てたらいいかということを決めなさいということになっているんですけど、まずここ、えー、ブランドカラーということで、色を変えられます。ここで、はい、えー、こんな感じですね、えー。自分の中で色を変えられるんですけど、まあ僕の ね、あの会社のカラーってこのオレンジみたいなカラーなので、まあ、これは買えませんけど、変えー、いたい方は変えますとで。2番目、ロゴということで、ここにロゴを入れましょうということで、はい、ちょっとロゴを選ん、えー、ドラッグするか、もしくはここで、えー、選んでくださいとているので、ちょっと選んでみましょう。例えばですね、えー、こんな感じで選んでみましょうか、はいえー。こんな感じで例えば選んでますね。はい、えー、ロゴを選びますと。 そしたら、まあ、これちょっとね、サイズがね、えー、合ってないようなんで、エラー出てますけど、大丈夫です。はい、まずは、ここですね、最初にテキスト1ということで、30文字ぐらいの上限のですね、文字を入れてくださいって出てるので、えー、まず最初にそれが来るんですね。ということで、えー、テキストメインメッセージということで、まあ、ここのとこに例えば、えー、何にしましょうかね、えーえー。僕の、あ、こっち側のロゴにし,しよっか。このロ、あ、まあ、いいか。 はいえー、ここのところで、そうすると、えー、よかった、ハ、え、ロー、Hello、にしましょうか。ちょっとこれね、えー、テストですので,で、なぜ僕今英語で書いてるかっていうと、日本語だとね、文字化けするんですよね。<laughs> まだ日本語対応されてないので、フォントが用意されてないので、でちょっと英語で作っています。はい、えー、2番目、えー、イメージ1のメッセージ入れてくださいって出てるので、ちょっとイメージ1ね。これ、あの、縦長がいいです。えー、今回、えー、で、あの、 フォンって書いてたので、スマホ用なので、縦長のもので、例えばですね、こんな感じで、こんな人間ですみたいなものをね、一つ目に入れますね。で、ちょっともう早速なんでやっときますけど、2個目に電話のマーク、電話してるような感じのものを入れまして、はい、3番目にですね、セミナーしてるみたいな感じのもの、こんな感じのもの、ちょっと選んどきますね。はい、では、行ってみますね。まず 一、はい、つ目のテキストメッセージということで、えー、これ何ですかということなので、これ自分の名前ですね。うちょっと入れてますね。えー、はい、えー。入れてみましょうと。これもローマ字しか今使えないです。はい。今度は、はい。これがまず、ハ、え、ロー、Hello、が来ましたら、次にロゴがドーンって来まして、次にテキスト2ですね。えー、これの写真が来て、そこに文字が入るよということなので、えー、僕の名前入れてみました。はい。そして、 えー、ここのとこですね、今度3ということで、えー、ここですね、て、え、る、ー、てる、プリーズみたいな、えー、感じにしてますね。はい、電話のとこですから、電話プリーズみたいな感じにしまして、で、今度4番目、えー、セミナー、セミナーナウ、えー、みたいな、えー、ちょっと感じで、ちょっと遊びですけど、やっていますと。 で今度、えー、コールト to a c t i ってありますので、まあ、電話をくださいということなので、えーまあ、ここはちょっと、えー、サンクスとかにしておきます。はい、えー、しまして、最後のところに電話番号ということで、えー、こんな感じですね、えー、電話番号を入れています。そして URL っていうのがありますので、ここに URL を入れるんですけど、ちょっとね、文字制限が20文字しかないんですよね。でこれで意外に文字制限が。 短くて、普通にね URL 入れるとねはみ出しちゃうんですよ。例えば僕の URL をこうやって入れると超えちゃうので、この場合は HTTPS はいらないです。これ何のことかね後で説明しますので、これではいえやってみますね。これでですね、フォントも選べるんですけど、フォントがですねあの文字化けしちゃうので、まあまあちょっとデフォルトままでいきますね。そして、この音楽を入れることができるんですけど、 はいここでですね自分の好きな音楽をちょっと選んでいくんですが例えばこれが良かったんじゃないかな <music> こんな音楽にするのか例えばまあ何でもあるんですよいろいろ変えてみてください <music> ちょっとね会社のイメージとしてはあまり合わないやつは選ばない方がいいってますけどこれ結構ありますから BGM をですねこれもちろん著作権フリーになってるので ぜひ皆さん、ここで自分の動画のイメージに合うようなですね、ものをですね、音楽を選んでいきましょうと。で、これでなんとなくできましたので、じゃあ今度はですね、プレビュー画面の方に行ってみたいと思いますが、プレビューがですね、ちょっと若干時間かかるので、はい、行ってみましょうか。はい、クリエイトビデオということで行ってみたいと思います。 はい。そうしましたら、ここに、えー、ジェネレーティングビデオっていう感じになるんですけど、そして右側に、えー、自分があの YouTube で日頃使っているメールアドレスでリクエストを出していただきたいんですね。そしたら、そのメールアドレスに紐づいている YouTube のチャンネルが出てきます。例えば僕の場合は、会社のやつと個人のやつと、あとお客さんのも入ってますけど、どのアカウントにしますかと。でこれ ここで選んでですね、で、このビデオタイトルですね、最初のハローが入ってますけど、これと組み合わせであの投稿されます。なので、ぜひここら辺ちゃんとしましょうということで、ここは YouTube、これは YouTube に上げるときのメッセージなので、ビデオビルタ、ビルダ、テストみたいなを 試してみたにしましょうか。えー、その1みたいな、はい。YouTube ビデオビル,ビールダー,、はいえー。試してみたいな感じでやりますねで。今まだね、作成中になってますが、はい、出来上がりましたよということで、ちょっと見てみましょう。こんな感じで、ここの上に URL が出てるんですね。なので、HTTP はなくてもいいと思います。はい、こんな感じでね。 えサンクス電話してくださいとこれが作れるんですね。なかなかいいですよねあの。なかなかここまでを作ろうと思ったら大変なんだけど、テンプレートがあれば作れますと。でこれで、はいえー、もう一回やり直したい場合はエディットビデオなんです。編集し直しなんだけど、このまま上げたい場合はセーブビデオと押していただければ、これで YouTube に投稿されます。 まあ僕の場合は今、デフォルト設定を限定交換しているので、えー、ダイレクトで公開になりませんけど、交換している場合はもうすぐこれで公開になりますので、えー、ぜひね、皆さんも使ってみましょうということですね。はい、えー、ちょっともうちょい時間かかりますか。はい、これで上がると思いますので、じゃあちょっとここで YouTube 側でも見てみましょうかね。はい、もうちょっとかな。はい、上がりましたね。はい、では、ちょっとこれ。 ここだとちょっとね、なんとなく感じがわからないと思いますので、ちょっと YouTube 側で見てますね。はい、えー、こうタイトルね、さっきの入ってますね。そして自分が指定したとこにもうアップロードされてますので、はい、こんな感じ。今音を切ってますけど、えー、出てくるよということで、いや、なかなか面白いですね。はい、では、もう一個ぐらいやっておきましょうか。はい、ではですね、はい、えー、離れますと。今度は、これ、えー、フューチャー えフューチャー・用ブランド。あなたのブランドのってやつですね。これやってみましょうか。はい。今度はですね、ちょっと説明は省きながら、もさっさとやっていきたいと思いますけど、はい。まずは色ね。はい。ちょっとオレンジっぽい。えー、オレンジっぽい色に、はい。変えますね。はい。オレンジっぽい色に変えまして、えー、これも白とかがいいんじゃないかなと思いますけど、ちょっと白っぽいのに変えてみましょうか。はい。えー、こんな感じにちょっと変えてみましたが、えー、ロゴ入れましょうということで、 えー、ここのとこにですね、僕の会社のこっち側のロゴをちょっと今回使ってみたいと思いますけど、はい、これ入れまして、で、ここに写真入れてってくださいということなので、こっちはですね、横長ですね。横長バージョン行ってみたいと思いますが、はい、まずこんな人間ですっていうものと、そしてさっきのセミナーしてる間のやつですね。はい、えー、セミナーしてる間のような写真と、はい、そしてですね、 えー、3番目に、ここ大事なんですけど、えー、あれこれ4だったっけな ?4 だっけあ、4ですね。4に入れたいのが、公園託してるよ、たくさんしてるよみたいな写真ね。えー、これも入れまして。はい。えー、それで3番目に何入れようかなはい、3番目に、えー、っと、こんな感じの入れてましょうか。はい。えー、これ入れたか。 はいえー、いろいろありますけど、はいこれにしましょうか。はい、えー、コンサルティングしてますみたいな感じのしまして、はい、えー、5番目、今度はですねこのアイコン、これ入れます。これなんでか後で説明しますけど、はいこんな感じでちょっと作ってみますが、はいこれがいいかな、えー。こんな感じでちょっと選んでますね。はいちょっとこれもちゃんと写真を選んだ方がいいんですけど、今ちょっとね、適当にやってますが。 そしてメッセージ入れましょうということで、メインメッセージということで、一番最初のとこですね。はい、ここ、ちょっと会社名入れます。え、ハロー。え、ハローにしましょうか。え、で、インスパイア。で、ちょっとします。はい、そして、ここのとこ4のとこなんですけど、これ、セミナー in all j a p a これ何のこと言ってるか、これもちゃんと考えてやってるんですけど、はい、今度、えー、イメージ5のとこに入るものなので、はい、ここですね。はい、ここのとこに、えー、プリーズ、えー、テルみたいな。プリーズ、テルみたいな感じで入れまして、えー、今度6のとこですね。えー、6のとこに、えー、サンクス。はい、サンクス。入れまして、ここに電話番号みたいな。 はい、えー、これではいこれ音楽はですねまた決めなきゃいけないんですけどはいちょっとね何、えー、か選んでますねちょっと聴いてみましょうか、はい、もうこれでいいでしょう、えー、これでもう作ってみますねでこれではい、えー、さっきと同じですけど試してみたその2にしてみますがこんな感じでできますからぜひ皆さんもですねはい、えー、作ってみてほしいなと思います はい、えー、これでもうできたかな、はい、ちょっと見てみましょうかこんな感じのができるんですよこれなかなかですねここまで作るのは大変かもしれないんですけど、えー、できちゃうんですねちょっとびっくりマークが大文字にしたから文字ばきしてたんで後で直しますけど、えー、面白いですね ということで、この YouTube ビデオビルダー、なかなかですね、使えますので、ぜひです、ね、動画で発信していくチャンスですから、リクエストしてですね、承認まで待ってください。これなんか2週間ぐらいもかかったかな気がしますので、早くリクエストしておくと、5月の頭ぐらいにはですね、使えるなんじゃないかなと思います。 はい、えー、今日はですね、iMovie みたいなことが、えー、YouTube 側でもできるようになりました、えー。こういうツールがあればですね、動画が簡単に作れるようになりまして、非常に便利ですよね。えー、ぜひ皆さんも、えー、動画反則に使っていただければと思います。インスパイアのでし人、ありがとうございました。バイバイ。